はい、では、設問さんの証文確保に、準備書面書けっていうところから、続きですねやっていきましょう。で、ちょっと解説の方を見てほしいんですけれども、まずということで一応ですね、本当一応整理しておきましたという感じで、今回の問題実はですね、私いくつか再現答案見たんですけれども、ここでですね、設問の括弧2のところで、B が否認した事実についての主張を展開したいということで、 B が否認した事実っていうのが何なんじゃいっていうお話があって、で、問題文よく読むと、設問3っていうふうに始まって、そこの2段落目のところで、第1回口頭弁論で B はむにゃむにゃむにゃを認めたが、B が X に対して本件粒を売ったことと、売却契約に基づいて X から B に対し50万円が支払われたことについては否認したと書いてあるので、この2つについて書けばいいというお話なんです。利用権実績整理するとしてもですね、やっぱりそれは明白なんですね。この2つについてだから書けばいいというお話になるんだけれども、なんかねちょっとピントがずれてるというか、ちゃんと2つ、この2つ並べられてない再現答案は実は、私5通みたいな、5通のうちに2通ぐらいあって、ちょっと問題文を読み違えてる可能性があるんですけどね、なので一応整理しましたということです。ちょっとすごいもったいないので、そういうの気をつけてくださいということです。でなので、売買 と、それから、金銭の授受ですね、支払いのところの2つを視聴率とすればいいというところです。はい。で、括弧のところの、2段落目、通常は2つの主要事実が元になる場合はこれらを分けて論じることになるが、というで売買の事実が認められれば弁済の事実を肯定する有力な関係事実になるし、弁済の事実が認められれば売買の事実を肯定する有力な関係事実となりうるということですね。で、前者の方ですね、売買があるとじゃあもうお金払ったんじゃねってなんで言えんのって話なんですけども、通常ですね、だからこれだけじゃ言えなくって、例えば、他の事実との関係で、まあ、相まって言えることになるわけです。例えば売買の事実が認められましたと。でだけど、例えば、特にですね、今回は B かな、 B の方からお金払ってくんないですかみたいな接触をですね、 B からしていないというお話とかですね、例えばそういう事実があるとすると、あ、もう払ったんじゃないのって話になったりするということです。で後者の方はですね、もっと話が単純で、特に今回は B と X はですね、面識がないわけですよ。で弁済の事実が認められるってことは、B から X に何かを払ったってこと、150万円払ったって話になるわけでしょ。でなんで払うんですかって話になって、それはやっぱり売買があったからでしょって話を、まあ、導きやすくなるということになるということです。特にだから弁済の事実が認められれば、売買の事実を肯定する有力な関係事実になるという、こっちの方が事実としては強い推理力を持っているので、だから、括弧のところに書いてあるように交付の事実から主張していますということですね。でだから交付の事実をとりあえず主張立証して、で交付の事実が認められればなんでお金払ったんですか、それは売買があったからですよというふうに言いやすくなると、そういうお話で、そういうふうな構成に今回はしてみましたということでございます。で、それからその次、またというところで二段設定を受けることができないから、要するにこのですね、領収書が、形式証拠力を持つとですね、こいつ報告文書なんですね、いわゆるごめんなさい、処分証書ではなくて報告文書にはなるんだけれども、こういう領収書みたいなものはですね、かなり証拠能力が高い、証拠力が高いというふうに言われているんですね。だから、今回の問題、例えば実務で問題になったら、まずはこいつ使えますよというところから来るわけです。形式証拠力が認められますよという主張を展開して、なので特段の需要がない限りこれ、お金払いましたよねと。で売買壺の代金として書いてあるんだから、これ売買あってに決まってるじゃないですかというふうに言って、まあ、基本的にはおしまいで、その後、なお、仮に、これがこの本件領収書が形式証拠力を持たないとしても、以下の事情により、売買契約が認められるんだみたいなふうに書いて、でその後ずらずらずらっと書いていくっていう話になるんですが、多分これ設問さんの括弧1のところでまず二段推定について検討させたのは、だから使えないから準備書面のところではそれは使えないこと前提で書きなさいよという誘導なんだろうということなんですね。多分そういうふうにしないと1枚程度で書けないというのもありまして、まあここはですね、今回はこの証書を使わない方向で主張を組み立ててますということでございます。はい、では、次、売買についてのところからいっていきましょうというところで、契約の製品についてということで、事前の状況、行為の状況、事後の状況に分けて分析するのは有益ですよということです。
はい、でそこから先ずらずらずらっとですね、なんか、ややこしいお話がいっぱい書いてあるんだけれども、まあ、これ全部覚えないといけないのかっていう、そういうわけではなくて、まあ、メルクマールですね、感染基本的にこういう事実認定の問題っていうのは感染事実拾ってきて、で、それがですね有力な証拠になる、有力な感染事実になるものの順に並べて、あとは書けるだけ書く、上から重要な順に書けるだけ書いていくっていう話になるんですけれども、その一番最初の拾い上げです、事実の拾い上げのところで、まあこういうメルクマールで拾うといいんじゃないですかというお話です。まあでも先生めっちゃあるじゃないですかっていうふうによく言われるんで、とりあえずですね、多分 A のところで言うと丸2ですね、契約締結の必要性とか契約締結に向けた事前準備作業ですね、こういうものがあるかどうかっていうところ、A については多分それが、多分大事なので、まあだってそうじゃないですか、例えば誰かから買ってくることを前提に、実はもうこの壺をですねどっか博物館かどっかに飾る契約を結んでましたって言ったら、それって多分売買あったんですよ、もしくは売買する気満々だったんですよ、事前だから、そうですね、売買する気満々なんですよね。だからそしたらそれでよっぽどの理由がないと、それは多分売買があったんじゃないのっていうお話になると、そういうお話です。今言ったお話ってすげえ大事で、契約があったとしても、例えば今回あるっていう認定をしたいので、なかったとしたらっていうふうに検討するといいです。契約がなかったとしたら、さっき言ったみたいに博物館との売買契約、預かる契約かみたいなものを事前にしておくのっておかしいじゃないですか。こういうふうに、なんていうの、売買契約がなかったとしたらなんかおかしいよねっていう事実で、そういう事実が裏返しですごく売買があったことを強い推認をするんですね。もう一回言いますよ。だから売買がもしなかったとしたら、なんかこの人の行動おかしいねっていうのは、それは売買がなかったとしたらそういう行動がおかしいってことは、その行動はですね、売買があったことをすごく強く推認するっていうことになるんです。なので売買がなかったとしたらおかしいなという視点で問題文を読んでみると、そういう事実が拾いやすくなるということです。でちょっと話し取れました、B の行為の状況のところですけども、丸1、契約書の損否の事実ですけれども、損否です。今回契約書がないという事実が、実は消極の売買がなかったことを基礎づける事実になっちゃうんですね。例えば150万円って結構な高額じゃないですか。こういうものを契約書なしに売買契約を結ぶっておかしいよねっていう、そういう話です。であとは、当事者代理人がいたか否か、まあ、普通は 両者いて話し合い、何か話し合いしたっていうんだったら、それは売買に向けた何かやってたんじゃないの、契約に向けた何かやってたんじゃないのっていうお話になるし、それから、例えば丸4番のところ、契約内容の合理性自然性ですね、例えばめっちゃ安いめっちゃ高いとかですね、そういうのは何かおかしいし、とかそういうお話です。であとは事後のお話ということで、まあ大体、前当時あとの3つに分けて分析するのが普通 でかつですね、こういうふうにですね、売買がなかったとしたらおかしいよねっていう観点から実を引っ張ってくる。で逆に自分たちに不利な事実についても検証しないといけないから、今度は売買があったとしたらおかしいよねっていう事実、さっき言った契約書がないおかしいよねっていう、そういう事実を引っ張ってくるということです。はい、で一応ですね、本文で使えそうな事実をピックアップしましたということで、事実1のところ、X は骨董品の収集を趣味にしている、だからまあ骨董品、まあ趣味、収集を趣味してるんだから買ったんじゃねえのと、まあ一応そういう推認が働くでしょうということです。で、次、事実2のところですけれども、X が初対面の B に会いに行っているということです。何しに会いに行ったんですかということですね。まあ買いに行ったんでしょ、当然。だって初対面の人に会いに行くなんてさ、別になんだろうな、まあ、ちょっとそこまで言うとあれですけども、まあ、なんかないと、理由がないとやっぱりあれですよね、会いに行かないですよねというお話ですね。遊びに行ったわけじゃないだろうねっていうお話ですね。で、次、事実3のところですけども、 X が150万円を引き出したこと、150万円なんていう大金は何で引き出すんですかと、それは何かを買ったからでしょというお話です。で次、事実4、契約書は存在しない、だからこれはさっき言った通り、消極の事実になります。で X と B という契約当事者が会っていること、実際に会っていることですね、何が行われたのかは分からないけれども、まあ、合っているってことですよね。で、次の事実と曖昧、次の事実と2つ一緒になると結構強くなります。本件壺を B が X に見せている、 X の本件壺を B が X とに見せて、でそれで、要するに2人で会って本件壺を眺めているということです。売買の対象にいかにもなりそうじゃないですかということです。はい、次、事実7、B が契約日の翌日に A から借りていた200万円を返済している、後から出てきますけども、150万円を渡して
でその次の日に200万円を誰か返しているということで、あ、だから受け取ったんじゃないんですかあなたは、ということですね。で次1ヶ月後の6月1日に再び X が B に会いに行っていること、積極消極と書きましたけれども、まあこれはどっちも評価できますね。6月1日に改めて、例えば売買契約がなかったとしたら、改めてやっぱちょっともう一回ね、売ってほしいんですよっていうふうにお願いしに行ったっていう可能性もあるし、それから逆にですね、買ったんだけれどもまだ引き渡し受けてなかったから引き渡しを受けに来たんだということで売買があったんだろうというふうに推認もすることもできるということです。で最後、本件壺が一貫して B の占有下にあったことということで、物が実際に動いてない、 B のもとにずっとある、じゃあ契約なかったんじゃないのということが言えるということでございます。はい。で、これらの事実を一応評価していくんですけれども、事実1、2、5、6についてはちょっと私骨董品の収集を趣味しているわけではないのでわからないんですけれども、なんとなく予想ですが、骨董品の収集を趣味している人って単純に珍しいものを見に行きたいとか、なんか自慢し合いたいとかっていうのがあるんじゃねえかという勝手な憶測に基づいて書いてます。ここは、単純に見に来ただけということもあり得るだろうということです。なんかいい壺でしょう、おいい壺だねみたいな会話があっただけなんですと、売買はなかったんですということも、まあ普通にあるんでしょうというお話ですね。でそれから、講談の方もっと重要です。売買のために行ったんだけれども交渉は決裂しまったってことももちろん考えられるわけです。だから壺を見ていてお互い眺めていて、でいいねっていうで終わったんじゃなくて、売ってほしいって言ったけどもダメですと言われちゃったんだよというお話ですね。でそういう可能性も十分あるよねということです。なので、そんなに1,2,5,6 を積み上げても、まあだからといって売買があっただろうというふうにまでは言えないでしょうということです。で次、4とこれは9かなのところですけれども、これはですね、苦しい事情ですね。こちらからすると苦しい事情だって、契約書作らず、しかも契約書も作んないし、B の占有下にもあった、じゃあ普通売買ないよねって話になるわけです。売買したのにもかかわらず契約書も作らず壺も持ち帰らない、そしたら誰か売られちゃうかもしれないじゃないですか。それで B を安易に信頼しすぎじゃないかって話ですね。だから契約がないと見る方が自然ではないかということです。なのでここはですね、なんとか手当てをしておかないといけないという、逆に言うとそういう事情になっちゃいますよということです。で、その後のところで、お金の授受がすでにあり領収書作成したという主張をし、過去のところで領収書は証拠として使えないので X の証言を根拠に主張するという話なんですけども、ちょっとここ分かりにくいんだけども、まず領収書、本件領収書は証拠としては、決して証拠力がありませんということです。だから、お金を渡しているじゃないかとか、領収書作成したじゃないかというような、主張自体はですね、という主張をしって、ここに僕私の方で書いたんですけども、これ領収書使えないからそんな主張できないんじゃないですかっていうふうに思うかもしれないので、一応書いてあるということで、 X の証言ですね、 X がお金の授受もありました、領収書も作成しましたという主張をしてるんだから、その証言から取ってくればいいというお話です。それは、例えば領収書を作ったんだけどなくしちゃったんで今ないですっていう証言があったとしたら、一応そのでも作ったんですっていうその証言からは証拠として取れるじゃないですか。それと同じだというふうに考えていただければ結構ということです。あと、これ結構細かいお話なんですけれども、一応ですね、再犯昭和46年4月22日のものが判例があって、こういうですね、形式証拠力がない訴訟については、その訴訟が存在している、訴訟という物が世に存在しているということ自体、なんか計算の伝聞みたいな話になっちゃいますけども、それ自体は証拠として使えますよというような判例があります。だから訴訟として中身を取り調べて、中にどう書いてあるからそういう事実があったんだという取り方ではなくて、そう書いてある物が世に存在している、要するに検証ですね、訴訟の証拠調べじゃなくて検証として証拠調べする形ですけども、あるということまでは捕まえられるわけです。誰が書いたか知んないけど、とりあえずこういう物がありますということまでは一応、証拠として使えるということです。まあだからといって今回はね、あんまりそれで何か意味あるものには多分ならないんだけれども、一応、そういうところまでは捕まえられるよというところ、参考までにちょっと今お伝えしましたということです。でその後、ごめんなさい、現物売買、その場で代金を支払い、物の受領を進める売買契約、コンビニでお金渡して物もらうときにいちいち、契約書作る人はいないし、それから領収書も
レシートとか皆さんすぐ捨てちゃいますよねっていう形で、基本的にその契約があったことについての証拠を持っておく価値がないわけですよ。もう物もらっちゃったし、向こうはお金もらっちゃったから目的達成されちゃってて、なんか後々トラブルも多分ないだろうということで、普通はですね、契約書作ったりしないからというお話ですね。でこの2つの主張を組み合わせる。すでにお金の授受をしました、領収書を作りました、すでにこっちはお金払ってます、だからもうそんなにトラブルも起こないだろうし、ね、親友の紹介だし、だからもうこれでいいやって思ってやっちゃっただけであって、何て言うんだろうっていうふうな手当てをしておくということです。だから別にそんなに契約書作らなくても、壺を持ち帰らなくてもそんなに不自然じゃないんだよっていうことを言っておこうねというお話です。はい、で次のところで最も重要な事実というところで、ここですね、150万円を引き出しているということですね。で、しかも契約があったとされる日にですよね。でこれ150万円って金額なので、やっぱり額は相当でかくてですね、何に使ったんですかっていう話になるわけですよ。これ売買があって渡した以外にじゃあ何に使ったんですかっていうと、普通はそんなお金怖くて財布に入れとかないし、なんだろうな、公共料金払うにしても150万円も滞納してる人いないので、やっぱりこういうのこのですね、大きい金額はですね、その売買の代金になったんじゃないかっていうことがですね、まあ推認されるということですね。でまああと、都合のいいことにですね、その次の日にですね、 B さんがですね200万円をですね、A さんに流しているわけですよね。まあ、ちょっとその残り50万円どこから行ったか分かんないけれども、それともですね、お金の流れとして150万円流れて200万円流れてる、150万円引き出したまでしか分かんないのか。で次 B さんから200万円流れてる、だからここにも XB 間にもお金の流れがあったんじゃないのっていうことですね。ということがまあ推認させるということでございます。だからやっぱりごめんなさい、だから今言ったのはあれだね、交付の事実の方の主張立証になっちゃってるけども、150万円がだから今言えるのはあれか、150万円がここに行きましたという事実か、なんかしなきゃこちら200万円流れました、そうすると普通は買い主さんとして150万円引き下ろしてるんだから、買い主さんはやっぱりお金を渡したんじゃないか、それは前提として売買契約があったんじゃないかということが言いやすいよねというお話でございます。はい、次に行きましょう。で150万円支払われたことについて、多分もう今言っちゃった通りでございます。なので、基本的にはそれで主張してよろしいということです。で、括弧4のところの 1,2,3,4 最後の7句、またのところで200万円の返済について B が弁解をしてますね。はい、いやお父さんから借りたんですよ、所証ないけどねみたいな感じのことを言っとるということです。でこれはですね、いかにもそのこういうですね、言い訳がましいことを言ってるときはいかにもですね、その事実認定のところでそんなのおかしいよねと言えというふうに言ってるわけですよ、問題文が。だからこういうのは叩いておきましょうということでございます。はい、でなおのところですけれども、やっぱ感覚としてはですね、この事案は勝ち筋だと思いますね。お金の流れ、特にお金の流れ、現実にお金が流れてるってことは立証できると、基本的に売買契約の成立っていうのは認められやすい傾向にあるので、そういう意味で今回は勝ち筋の事案でしょうというところです。はい、さて、じゃああとは、答案の方を見ていくんですけれども、まあ見ていただいて結構ですね、雑な答案になっちゃってます。入らないんですよ、単純に言うと。だから結構書くこといっぱいあるので、やっぱり最初に冒頭に申し上げたように、その書かなくていいやつですね。だから本当に記載しなさいって書いてあったら、理由とか書いてるとあっという間に4枚足んなくなっちゃうので、そういう意味で気をつけた方がいいでしょうというところです。はい、で証文1のところですけれども、取るべき手段はこれこれですよと、で仮にという形で書いていて、専用移転すると原告は消去判決を得たとしても、執行できなくなっちゃいますよね。だからそうすると、訴訟引き受けの申し立てか別訴しかないですよということでして、まあ、大変だよねということが書いてあるということです。でこういうところで、まあ、これぐらい、まあ、これでも多分書きすぎですね。もう括弧Aのところはですね、選択すると考えられる訴訟物を記載しなさいなんで、多分このごめんなさい、これ多分書きすぎですね。所有権に基づく返還請求権としての引き渡し請求権であるで十分でしょう。3行書いちゃいました。はい、次、証文括弧3のところですけれども、端的にこういうふうに、中の事実だけ書けばよろしいということです。はい、で証文4のところですけれども、まあ、即時取得ですよということと、あとは、まあ、今回判例はでいいのかなという気がしますけどねというところですね。まあ、生じたら失調になっちゃいますよということ。だからそのなんでその占有回転の引き渡しはダメなのかっていう実績理由を書く
必要はないだろうということですね。うん、まあ、民法の問題じゃねえからっていうお話ではあるんですけれども、だから判例は認めませんよということで生じた質になっちゃいますよというふうに書いてますということです。はい、で、説問のところで、端的に、2つの公弁を載せて、で、一応その後ですね、どうしてそれがダメなんですかということを書いてますということです。で、一応ですね、さっき説明したその、占有改定の事実も認められちゃう可能性が高いよっていうふうなところも一応書いてあります。ここまで多分書いてる人は、書けた人はほとんどいないとは思いますけれども、まあ一応書いておきましたという感じですね。はい、で、説問者のところで、括弧1のところで、私文書形式証拠録についてどう考える、そうですね、形式証拠録を判断するにあたりどのように考えることになるかと書いてあるので、一応それを前提にして228条4項の適用との関係は問題になるというふうに書いて、で、記名についてはダメですよということですね。で、印影については、今回は多分本人の意思に基づいてされたっていうことは立証難しいよねということで、まあ一応だからダメですよとは一応書かずですね、これを立証した場合に限りというふうに書いておきましたということです。さっき説明したみたいに、例えば他の契約書にも、他の契約書3つぐらい持ってきて全部このハンコじゃねえかよっていうふうに言ったら、まあ一応勝てるからねというお話です。はい、で、証文のところで1枚程度って1枚と2行になっちゃいましたけれども、一応こういうふうに書いておいたということで、で、書き方なんだけれども、証文にだから最初にですね、一応交付の事実から書きましたということです。で、X はということで、一応引き出していますねということで、まあこれ保管しておく、持ち歩いて保管するような額じゃないですよねということで、もう当日支払うことしか考えられないから、同日に BX 間で売買契約が適用されると考えるほかないとかですね、考えられないとか明らかであるみたいな、ちょっと強い文章を使っているのは、一応何て言うんだろう、弁護人じゃない、ごめんなさい、代理人ですね、弁護士の方からの主張、一方的な主張なので、準備書面ではですね、こういう強い文章をつくことが多いので、一応それに習ってるというか、まあ、そうですね、それに合わせてるっていう感じですね。はい、で、2段落目のところで、なおというところで貸してくれたと証言するけど、そもそも200万円の大金を保管しているのが不自然、そう、自宅にあった現金200万円ってお前どんな家なんだよって話があるというのと、まあ、あとは親族とはいえ、まあ、金額がめちゃくちゃでかいので簡単な覚え書きぐらいするでしょうというお話ですね。はい、まあ、こういうふうに一応叩いておきましょうということです。で、括弧のところで壺を打ったことですけども、150万円交付してますよということで、で、 B と X は面識がないということになると、じゃあこの150万円は何なんですかっていうお話になって、それは売ったに決まってるんじゃないですかと、売買があったに決まってるじゃないですかということを書いておくということです。で、最後またのところでは、さっき言った自分たちが弱いところについて補強してますということで、まあ信用紹介だし、ちょっと信頼しちゃったんだよねっていうお話をちょっとちらっと書いておいたということになります。はい、ということで以上になります。まあ、冒頭申し上げた通り基本的な問題、まあ、ちょっと書きにくいところとか、ね、最後の、設問さんのところとかはですね、準備書面のところは、まあ、うまくここまでは書けないかもしれないですけれども、まあ、全体的に、基本的な問題なので、まあ、難易度としては、まあ、例年並みっていうところになるんじゃないかなというところでございました。はい、では以上になります。お疲れ様でした。